雷鳴和は頑張る人の未来を応援し夢の手助けをする番組です。次元越え予備軍がねうちの事務所にいるんですよ。はきたきたきた新しい話次元越え予備軍鴨川誠のイメージカラーとかなんかもうあるんですか、うん、あります、まあ、もちろん黄色なんですけど、うん、まあ、黄色なのね黄色です もちろんだけどあの合わせてピンクっていうのもあります。なるほど。そう好きな色がピンクで、はい、あとやっぱ黄色とピンクね合うんですよ。これ、うん、これもピンクなんですけど、はい、ライブ T シャツも結構ショッキングピンク、トロピカルピンクみたいなすごい派手なピンクの関西系の T シャツで、そうですね。関西系の。いやでも黄色とピンクね、はい、誠にいいんですよ。いちごポッキーみたいな。うん、なるほど。ポッキーみたいな。でなおい。みたいな。なるほど。香りとかあるんですか？イメージさせる香りみたいな。いやこっちから最初からシューマイの香りしかしないんで、別の香りを僕想像したいなと思っていて。なんかあるんですか？香りは特に意識したことは。いちごポッキーだけにやっぱいちご的な香りとか。でもうち好物ねいちごポッキーなかなか好きなんですよね。なかなか。なかなか。いやできれば一番好きなの教えてほしいですよね。一番好きってなるとこ難しいじゃないですか。八つ橋。八つ橋？いやいちごポッキーの方が好きだ。シュウマイです。シュウマイこの人シュウマイ大好きです。シュウマイ。まあ、八つ橋も好きですけどね。ねえ。うん。でも麺類とか好きなんでね。またざっくりだね。なんか麺うどんそばラーメンみたいな麺。全部好きなんですよ。だからもうラーメンそばうどん。つけ麺みたいな。包丁でラーメン食ったらやだ。麺をしか。えでも好きなんだもん。なるほど。そうね。そうそうそう。ももちさんなんかカレーになってましたよね。そういえば。あももちカレーあります。ももちカレーありますね。うんうん、だからもう。そうコラボ鴨川。そう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 。うどん。鴨川うどんありそうだねもう。なんかそういう食品とのコラボはあ全然あ でもアニメストリートで一回マコトドリンクが出ましたよ。あ本当なんかマンゴーマンゴーですマンゴーマンゴ マンゴーでめっちゃ黄色いんですよ。めっちゃ黄色い、うん、オレンジより黄色い。オレンジより黄色いでそこにサクランボが一個あってこれをイメージしたサクランボが一個あってで黄色い曲がるストローが刺さっててもうめっちゃマコトでした。めっちゃマコトリでした。パン飲んでましたみんな。らら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 いいな。それがいいですかやっぱり。それマンゴーはいいですか。マンゴーがやっぱ色綺麗でしたね。マンゴー的な魔法とかいいかもしれないですね。マンゴー的な魔法。マンゴースプラッシュ超適当に。マンゴー的な魔法ってもうさっぱ揚げ玉ボンバーでもなんかかっこいいのがいいな。かっこいいのがマンゴースプラッシュかっこよくないですねあもうあるんですか。かっこいいかっこ悪いって何ですか。えかっこいいやっぱシュワーンってのがかっこいいと思う。シュワーンっていうのそう、はい、なんかホワーンよりかはシュワーンっていうのはかっこいいと思う。結構じゃあ攻撃するの。攻撃したい。アクション強めなんですね。あ必殺技欲しいです。必殺技 2.5 次元すげー。おいら 1.5 次元だかんよ。トラウマになってしまってあダメなんだと。ほらダメに決まってそれで子供の方がトラウマだよ。だってそれでこれ で、うん、第1回その逗子市フィルムコミッションってことで、はいはい、その映画祭やったんですけど、はい第1回で終了してしまう。終わらせて超本人ここにいますよいやもう幻ですよ1回で終わらせたんじゃない。あまりにも寿司はトラウマになったんだと思うよ。でも私それ聞いて本当春日さんってすごい作家さんなんだなと思った、ね、すごい。それでホラーやめられたんですね。そうなんです心が折れたんです。心が折れてもう言いなりになろうと、まあ、そうですよ。それでまあいろいろお仕事たくさんねいただいていく中で、はい、まあここにねなんかいろいろ相談に乗ってもらえるっていうことなんで、はい、ここでねもう本当に10年間魂を売り続けてきたんですけど、はい、ふつふつとねこうまたこうグロいのを作りたい。でも誰をトラウマにすんの今度。いやいやでもやっと今グロいものが当たり前のように可愛いとかキモ可愛いとか言われるようになった時代だから今だとねちょっと早かったんですかね。ちょっとね高橋さん早すぎた10年ぐらい魚を腐らすのがちょっと早かった、うん、ちょっとインターネットとかあれば確かにそのコアな人にこう届いたかもしれないですね、うん、そうそうそう確かにね。やっぱその話はねちょっと後日ぜひ、ね、後日ぜひそれは。でも確かにでもその儲かりにくいって言いますよね、うん、ホラーものその要はなんか、だってそうじゃないですか、うん、ホラーを作ってる映画の監督さんとかいらっしゃるじゃん、うんうん、でも大体みんなそれでどうにかなろうってわけでもそれが好きだから作って、ね、普段はアイドルのなんか映画作ったりとか結構まあまあ売れ線のやつやってるんですよね。
自主制作でやっぱりホラー作ったりしてますもんね。あとはもう一個はその10年間、まあ、魂ただ売り続けただけじゃなくて、はい、まあ、エンターテイニングっていうかね、はいはい、お客様にこう喜んでお金を出す価値のあるエンターテインメントを作るっていうのをこう勉強させてもらう中で、はいはい、その自分のやりたいことを少しだけ入れると、うんうん、なんで全面グロイと、うん、ブルータングサージョンフィッシュの深い方図志士の、ね、悲劇が、はいはい、もうそれ自体が映画みたいな悲劇、二度と開催されない映画祭、それね、ウィキペディアに入れてほしいですね。本当に。まあ、なんで今ならね、これっつってエンターテインメントとちょっとだけグロいっていうものを両立させた作品ができるんじゃないかと。いや、できますよ。春日さん売れてるものを、うん、売れさせてきたわけですから、それに自分の好きなものを入れたところで売れますよ。うん、確かに。ちょっと面白いの作ってくれそう。なんかビレアビッチプロジェクトとかね、なんか出演職で、ああいうのね、ああいうのとか、はい、あれほとんどお金かかってないけど、やっぱりそれ世界中でね人気出たりとか、で、ね、春日さんに任せたら面白いの作ってくれるかもしれないですね。谷岡が腐っていくんじゃないですか、あなたが私がね、どんどん、まず脂肪がいっぱいあるからなかなかね腐るまで時間かかりますよ。ウジ虫がいっぱい食べなきゃいけないから気持ち悪い、気持ち悪い、沼田さんがやってるから沼田さんですよ、いやもう気持ち悪い、そうそう、僕はこうすごいもうグロを求めて、はい、もう本当に自暴自棄だった時があって、はい、その五反田のその SM 屋さんに行ったことがあるんですよ、自暴自棄だって全然結びつかないんですけど、そこが15万円のコースがあって、はい、15万円で僕もう自暴自棄だったんで全部ボーナスつぎ込んで行ったんですよ、はい、したら朝8時から来てください、はい、って言うんですよ。早くない？8時からですかって言って朝食の日で行ったんですよ。したら型取るんでこちらにお座りください、型コンクリートで足固めるんですよ、でただ抜けるようにするのになんかこういろいろ履いたりするんですけど、はい、コンクリート固めて、でその夜に備えるんですよ、はい、で要するに足コンクリート固められるんで動けないんですよ、はい、その状態でこういろんな、うん、プレイがあって、その時にこうあもう自分で体験するのは嫌だなと思って、空想の世界だけにしよう。なるほど。ええ、その15万コースどうだったの、それどうだったの、細かく聞けないでしょ、僕は今思い出したくないです。そんなにすごいことがあったんですか、15万コースって。いや、今ってすごい痛いんですか、熱いんですか。もう僕はただ痛みしかない。コンクリートトラウマ、トラウマ、そのこれがね、はい、終わるのは5分間我慢しろって言って、あの時計見ろ、5分間我慢しろって言うんですよ。その時計が壊れてるんですよ。なるほど。いや、ド M はたまらないよね、そういうのが。一言で解決します、君なら大丈夫。こうこうなってます、髪の毛は。なんかお悩みがそうですよね。そうなんですよ。私その今二輪とかそういうレースクイーンのお仕事をさせてもらってるんですけど、はい、もっと なんていうんですかね、そのバイクに乗ってくれる人が増えてほしいし、レースももっとたくさんの人に見に来てほしいっていうのがあって、うんうん、で今趣味の延長でカートをやるんですよ。四輪の小さい乗ってるとカートに乗って、楽しい。でそのなんだろう、イベントを自分で主催して一緒にやりましょうっていうのをやってるんですけど、まだ狭いその自分の SNS の中だけでの拡散でしかないので、はいはい、それをもっとたくさんの人に知ってもらいたいなっていうので、その遊び、はいはい、全部ギューッと詰めた本を作りたいなと思ってるんですよね。ちなみに今は男性女性どちらかの参加数、参加数、参加数カートですか、うんうん、カートはやっぱり男性が多いですね。女性でもやっぱり同じようにモータースポーツとかを広げたいっていう活動をしている方がいて、この間参加してくださったんですけど、カートってどれぐらい速度出るんですか。速くて70は出ます。めっちゃ速い。もっと出るのもあるんですけど、体感で言うとすぐ速く感じる、ね、体感結構感じますね。どういう人が来てくれるといいんですかね。若い人、若い人、やっぱり若い人もまあそうなんですけど、うん、入り口ってなかなか難しいのかなと思ってて、もともとその車とかバイクに興味がある人は、はい、例えばそうイベントを調べて参加しようってなると思うんですけど、うん、知らない人って、検索しない、そうなんですよね、確かに。そのきっかけをまず作りたくて、年齢層とかは特にないんですけど、じゃあまだそんなにどっぷりハマってない人が、そうですね、まあ、例えばなんかあるじゃないですか、なんかテーマパークの一角に例えばゴーカートがあると、うん、例えばバイクが乗れますとかあると、免許は持ってるけど
バイク乗ったことないなとか、うん、乗ってなんかそういうペーパードライバーみたいな人たちとかが乗る機会が全然関係ない目的って言ったのに、それがあるとなるとこう、うん、新しい人は入りやすいですね。ついでにあるといいね。そうそうそう。そういう意味では本だといろんな本をたまたま違う本を買いに来たのになんかほえってこうやって見たら、うん、あれこれも面白そうだなって買っていくことによって知るっていうのはありますよね。うん、そうですよね。抱き合わせがいいですね。好きなことが仕事になるっていいよね。入れ物に入れるのって何だろうと思った時に、あ、映画が一番向いてんじゃないかなと思って、映画に向いてじゃあ一人ずつ取材しに行くですか。そうですね。で、まあ、あのこの映画の趣旨っていうのはこれちょっとこんな感じなんですけど、ホワイライド、ホワイライド1000人のライダーストーリーというタイトルがついてるんですけど、あなたはなぜバイクに乗るんですかっていう、うん、その質問を1000人インタビューを取って集めたら、もしかしたらバイクに乗る理由が分かるんじゃないかって。で、なんでバイクに乗る理由を知りたいのかっていうと、うん、まあ、そもそもこの番組のまた成り立ちになるんですけど、うん、まあ、そもそもそのスタッフにカメラマンが僕の友達で、そのカメラマンは バイク業界で働いてる人なんですけど、うんうん、飲んでる時に必ずそのバイクが楽しいって話はするんですよ、うん、ずっと2時間でも3時間でも、うん、バイクで酒が飲める。そうですそうです、バイクをつまみにして酒飲む、いやバイクって楽しいよねってこの間さどこどこ行ってさバイク乗ったらできないことですよ。そう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 、バイクに乗ったらできないので、そうバイクを降りて、そう飲みに行った時、この間さあの箱根行ってさ、あの箱根のワインディング超気持ちいいんだよとか言うんですけど、まあそれが2時間3時間喋っていて、さあ帰ろうかって時に必ず出てくるが言葉が、うんうん、でもさなんで俺らバイク乗ってんだろうねっていう言葉になるんですよ、質問になって。でも結局そいつも友達も俺も、うん、なんでだろうねっていう、うん、であのさっきあの、うん、お話ししてたと思うんですけど、あのバイクに乗らない人にとってはバイクってすげえ不便な乗り物だと思うんですよ。そうですね、危ないし、うんうん、でも世の中にはバイクに乗って楽しんでる人がいる、うん、でそれってまさにその理由で、うん、なんで俺らってバイク乗ってんだろうねって、うん、それって一言じゃ誰も答えられないんですよね、うん、相当その名だたるあのバイクのレーサーであったりとかでも、うん、それを答えて一言じゃ答えられない、そこになんか面白さを感じて、一言で答えられないことをあえて一言で語らせて、うん、それって1000人分集めたら、うん、本当にバイクの乗る理由とかバイクの存在価値って分かんじゃないのって、まあ、あの多分乗ってる方ってどれぐらいいるんだか分かんないですけど、うん、まあ、バイク需要って意外と今少なくなってきてるじゃないですか。だから逆に、まあ、そこもあるんですけど、なんでじゃあ逆に乗らないのってことも、うん、アンチテーゼとして提案したいな、うん、なるほど。この番組は今まで結構バイク率高いですよね。高い、はい、ライドの編集長さんもいらっしゃったし、 その後あのリコさんもいらっしゃって、ね、やっぱバイク乗りを増やしたいって思いは、ね、まあ、ぜひリコさんの、ね、バイクユニットに入ればいい。免許取って箱根でも行くかな。甘い誘惑に誘われているミツバチのよう